起業された時は本当に下請けとしてスタートされたということなんですが、そこから元請けに今ではこうなられているということで、そこの編成についてもぜひ経営的なところをお伺いできたらなと思うんですけれども。当初は下請けが中心でやってたんですけども、リーマンショックでゼネコンさんがでも潰れたというのが、一番大きな転換ですかね。その時に、ゼネコンさんの下請けで仕事をしてたわけだから、手形がやっぱり我々に回ってきて、その手形が不渡りになってお金はもらえない、でも下請けにはお金は払わないといけないというところで、これじゃいかんということで元請けに転換したっていうのが大きな転換ですよね。その下請けから元請けというと180度こう大きくビジネスモデルも変わってくると思うんですけれども、簡単なことではないと思うんですが、どういうところから着手していかれたんですか？人が嫌がるような現場、地域住民の問題であったり、仕事の内容が悪いとか、そういったところを率先して仕事をやってきた、人が嫌がらんところからやってきた、それで役所に信頼を得たっていうのが大きいかもしれませんね。まず本当に顔、名前を覚えてもらうところからスタートされて、それをやっぱコツコツやっていく中でお仕事が少しずつこう依頼されるようになってきたっていうありますかそうですね。ね。役所の方々から信頼を得てきたということでしょうね。松鶴さんに任せとけば問題ないだろうというような、また松鶴さん頑張って仕事してよっていうような声をちょいちょい聞き出しましたね。またもう一つ、この民主党時代っていうのも非常に苦しい時代を乗り越えて今があるというふうに伺いました。当時のエピソードもぜひ伺ってもよろしいでしょうか？そうですね。どの業界も大変だったと思うんだけども、我々の業界は特にコンクリートから人へというような、民主党が打ち出して、公共工事にはかなり厳しい施策を打ち出したもんだから、仕事を取っても、地獄、取らなくても地獄というような時代、時期でしたね、はっきり言うとね。どの建設会社さんも苦しい中に、でも御社が生き残ってきたのはなぜだというふうに振り返られますか？そうですね。やはりもう諦めたら終わりと思ってたんで、いつかいいことがあるだろうと思ってやってたというのが良かったなと思いますね。また当時のその苦しい時代にいらっしゃった社員さんがほぼ辞めてらっしゃらないというのも御社そうのですね。強みですよね。我々経営者を信じてついてきてくれたというところだと私は信じてますけどね。その民主党時代だったりとかリーマンショックっていうのはある種我々に本当にコントロールできない部分というか、これからもそういったこう有事のことっていうのは起こると思うんですけれども、こう経営の舵取りにおいてどういう部分がやはり成長していくためには必要だというふうに川田社長ご自身考えていらっしゃいますでしょうか？やはりその時代時代をちゃんと見極めて、その時代に乗った経営なり生き方をやるっていうのが一番大事でしょうね。だと思います。先代の松本会長が手形は絶対に発行するなというところですよね。手形は紙切れだというもうイメージというか、それはもう信用ならないということなんで、ここは発行するな、信用もすぐ落とす、だから発行するな、また元請けでやっていけということですよね。特に公共工事の仕事をやっていけば、間違いないということで、それを受け継いでいますし、先代の言葉の社是というのは、過去を反省し現在をしっかり見つめ将来に夢を持って生きるという言葉があるんですけども、やはりこの言葉を大事にし、世の中を
やっぱりちゃんと見極めて前に進むというところですよね。それが先ほどのその苦難を乗り越えてきたお話にも通じるわけですね。そうですね、うん、やはりまあ諦めなかったから今があるということだと思います。なるほど、ありがとうございます。あと川田社長の座右の銘、大事にしていらっしゃる考え方、言葉についてもぜひ伺えたらなと思うんですけれども、まあ、人と人との出会いを大切にして毎日を楽しく生きていくということですかね。なるほど。その価値観というのは結構長く社長の中では持っていらっしゃるんですか？そうですね、やはりどんな人に出会ってどう付き合うかで全く人生っていうのは変わってくると思うんでですね、やはり人の出会い、これを大事にすると、まあいい人との出会いですよね。まあ悪い人も世の中にはいるんでそこはちゃんと見極めるっていうかな、それはやっぱり生きてきた人生の中でまあちゃんと見極めていい人との付き合いを深くして、もっと先の人生を見据えるっていうかな、そういうのが大事かなとは思いますね。なるほど、いい人を見極めて長く大事にしていくとそう大事にしていくっていうところでしょうね。あの我々このコンテンツを100年後1000年後まで残していきたいというふうに考えておりまして、この昭和平成令和の時代を生きた経営者の言霊として、100年後へのメッセージを川田社長からいただいてもよろしいでしょうか？先ほども言いましたけど、まあ、人と人との出会いを大切にして、苦難があっても諦めずに仕事もプライベートも前向きに楽しんでください。